そうです。今日はちょっと暑いので冷やしそうめんいきます。チャンネル登録お願いします。で今日はもうきゅうりとトマトで塩昆布とそうめんです。ちょっと太めのそうめん、めちゃ美味しい。では作っていきます。まずきゅうりから斜め切りにしていって縦に細切りでいきましょう。そうめんにも絡みやすいように、これボウルに入れて、でここにトマトもちょっと細かく、トマトも同じようにボウルに入れて、塩昆布を入れて合わせていきます。でこれ塩昆布の塩分で、まあ、トマトとかきゅうりから、まあ、水が出るというか、はい、しなっとなってきます。そうめんつゆが、まあ、これ無添加のそうめんつゆで、これはもう濃縮じゃなくてそのままストレートのタイプなので、他でも冷蔵庫に冷やしているものがあれば冷たいものをできるだけ使ってほしい。はじめにちょっともうそうめんつゆを氷の中で冷やしていきます。そうめん茹でていきます。よっしゃ、パスタみたいに、どうだ。バジルの葉っぱを散らしていきます。で最後お好みのオリーブオイル、香りのいいものエクストラバージンオリーブオイルを。いただきます。このね、徳島の半田そうめん少し太めで食べ応えが普通のそうめんより、塩昆布で旨味が、うん、美味しい。あと決め手は最後やっぱりオリーブオイル、香りのいいオリーブオイルを最後かけると一気に旨味が上がります。今日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、よければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までありがとうございました。同じか、美味しいさ